これ今一番楽な姿勢、一番楽な姿勢、ああ、オッケーオッケー。やっぱちょっと背中が、まあ、やっぱ曲がってるよね、うん、肩甲骨もなんかピュンと出てるような感じだ。ああ、自分でね、うん、オッケーオッケー、わかりました。だいぶ背中が曲がってますね。はい、背中のね、このコリをね、ちょっと取ってですね、はい、背中をね、まっすぐに、まっすぐにというか、ちょっと姿勢良くなるようにね、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。はい、ちょっとなんか戻ったかな。それ今楽な姿勢？うん、うん、自然体。自然体？うん、はい。それからこれ。あ、ちょっと良くなってる。だいぶ違う、ね。だいぶ違う、丸みがね。一回でね。うん、一回ね、本当だね、うん。何にも意識してないよ。うん、あ、うん、これがもっと緩んだら、うん、もっと良くなるね。そう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 。ああ、私何にもね、無理はしてないよ。本当。うん。まっすぐにしてきちってやろうとかする。普通自然体。
うん、1日様子見てみて、また明日以降もちょっとやってみましょう、うん、ね、うん、シリーズにやっていきましょう、はい、はい、嬉しい、今日お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、どうですか今のご気分は、写真見てびっくり、写真見てびっくり、うん、うん、だいぶ違うもんね、うん、体ももちろん楽なんだけど、うん、写真見てあらっと思った、これこんなになるんだと思ったね、うん、今もこうやってね撮ってビフォーアフターをこう撮ったね、うん、何分かな治療で、うん、ね、もう先生背中は上半身しかやってないからね、脊柱だけ、うん、もうちょっとやったらもっと良くなるね、まあ一気にやりすぎると良くないから少しずつだね、何回かやって多分一月後にはもうまっすぐになってるわ、嬉しい、うん、ちょっとやっていきましょう、お願いします、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お袋の背中をねまっすぐにするぞ計画1日目終わりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました